アーティストの村上隆です。よろしくお願いします。バンズのプロジェクト、バンズのまあ商品の中で結構クラシックだったり、シックなデザインもあったりしたんで、それの方も僕プランニング出したんですけど、まあ、こういうベーシックなデザインでパターンを変えるっていうふうにスティーブさんがそっちの方がいいんじゃないって言ってくれたんで、そういう集中しました。自分がストリートカルチャーに興味を持ち始めたきっかけは1994年だったかな。自分がニューヨークに住み始めた時にちょうどシュープリームとかダウンタウンできてたんですよね。とともにグラフィティのその何ていうんですか、スプレー缶の売ってるお店とかがまだ双方の方にまだパラパラあって、そういうところで T シャツを買ったりスプレー缶買ったり、まあ、そういうところで友達ができたりして、ニューヨークのストリートアートに触発されていきました。なので日本ではやっぱりそういったストリートアートというとどっちかというと同人誌とか漫画の方になるので、それはそれでもう十分関わっていましたが、いわゆるストリートアートにはやっぱりニューヨークで触れ合ったっていう記憶があります。自分ずっとバンズが好きというか自分の足にすごいフィットするので、もうかれこれ10年以上とにかくバンズの白いスリッポンばっかり、もう多分500足ぐらい買ってもう履き潰してるんですけど、まあ一昨年ぐらいにこうやって初めてコラボレーションして非常に感無量でした。ただやっぱり自分でデザインしたこういうものを履く勇気はなく、デザインしてもらってこうやって物がリリースされてからも白いものを履き続けたんですが、すごくこうカジュアルなコラボだったんですよ。本当に1個か2個やろうねみたいな感じで、それがやり始めたらだんだんそのバンズさんの方からこれもどうかなあれもどうかなっていうそのチャンネルがどんどん開いてきて、でどんどん大きなプロジェクトになって、最後デザインのやり取りがめっちゃ大変になって意外と大変なプロジェクト、マジなプロジェクトになっちゃいましたね最後は。でもすごい最後楽しかったですね。